大きく左サイドに振っていきます。ジョン・チュングンニアに出していきます。平戸ここからシュート、見事なゴールです。再開後町田にとって最初のゴール、ゴールに突き刺さりました。平戸のゴール、素晴らしい目が覚めるシュートでしたね、はい、切ったっていうのは非常にいいプレーでしたね。まあ、そしてヘナーに対しては今水本がしっかりマークしてました。安藤の落とし、佐野が展開します。この辺りはしっかり見えています。代わって入った岡田からのクロス、安藤を胸で落として平戸のシュート、決まった。後半6分、町田ゼルビア課題だった追加点を挙げました。安藤の落とし、それから平戸のシュート、流れるような展開、追加点を奪ってみせた町田ゼルビア。まあ、これは本当にね、理想的な形ですよね。最初の作りからフィニッシュのところまで。平戸打ってきた、直接入る、追いつきました町田。平戸大輝の直接フリーキック、2対2同点。吉岡伊奈に収まります。入れ替わった、入れてくる、シュート、スルーしたシュート、決まりました。平戸、安藤選手がニアで引っ張って、その奥に最後平戸選手ですか。はい、平戸でした。ここも完全に見えてましてね、この3人関わった3人がし